安定感が自分の中で、ないので、まあ、それがこう、まあ、試合の中であのアップダウンが出る原因になってるところの一つではあるので、あのまあ、自信だったり、まあ、自分のテニスの感覚だったり、まあ、そういう細かい部分が、ちょっとこう欠けてる部分は、まあ、正直ありますけど、まあ、今週すごくいい練習ができて、あの感覚も戻りつつあるので、まあこのグランドスラムで、まあ、5セットですし、まあ、長い試合の中でこう自信を積み重ねていければ、まあ、チャンスはまた出てくると思うので、まあ、できるだけこう、まあ、主導権を握れるように、まあ、自分のやっぱりやりたいテニスっていうのを常にできるように、意識はしてやりたいです。